皆さんこんにちは。多くのドラマや映画に出演し幅広い役を演じている俳優の平田満さんは知っていますか？その演技の高さは今もなお評価され続けています。演技力の高い平田満さんですが、私生活についてあまり語られることがありません。そこで今回は謎のベールに包まれた平田満さんの活動やネット上で噂されている死亡説の真相、家族についてお伝えします。まずはじめに平田満さんのプロフィールや活動を紹介します。平田満さんは1953年11月2日生まれ、愛知県豊橋市の出身です。学歴は愛知県立自習館高等学校卒業後、早稲田大学に入学しています。大学1年生の時、早稲田の学生劇団劇団しばらくに入団します。入団のきっかけは新入生勧誘の看板が立ち並ぶ校内を歩いていたところ、劇団しばらくという縦看板があり、呼び込みの学生に誘われるがままに総大演劇研究会のアトリエに入りました。そこでは赤い襦袢姿で踊っている女の子や大声で絶叫している男性がいたそうで、お芝居を見たことがない平田満さんには何が何だかわけが分からず、ただただそのエネルギーに圧倒されたそうです。舞台が終わると、この公演が千秋楽だったことから劇団員が残って後片付けを始めたそうで、平田満さんは無料で舞台を見せてもらったことから後片付けを手伝いました。そしてそのまま打ち上げにも参加することになり、宴会で盛り上がるうちに入部することになります。入団後は劇団に出入りしていた脚本家の塚浩平さんと出会い、彼が脚本した作品に参加するようになります。そして1978年 TBS で放送されたドラマ三男三匹にてドラマ初出演を果たし、翌年には映画限りなく透明に近いブルーにてスクリーンデビューを飾ります。平田満さんがブレイクするきっかけとなった作品は1982年に映画化された蒲田行進曲です。この作品で平田満さんを語る上では欠かせない出来事があります。それは蒲田行進曲の中でのクライマックスシーンの階段落ちです。まだ新人の平田満さんが映画内でも駆け出しの新人俳優役を演じて、高さ10メートルの階段から転げ落ちるというシーンがありました。この時平田満さんの代わりにスタントマンが呼ばれたのですが、そのスタントマンの奥様が当時妊娠していたそうです。平田満さんもちょうど結婚したばかりの頃だったので、お互い家族を支える大黒柱でもありました。平田満さんとそのスタントマンにとって怪我をすることが許されない重要なシーンになったといいます。蒲田行進曲は脚本家である塚浩平さんの代表作であり、1982年に深作欣二監督によって映画化されました。この作品はブルーリボン賞、日本アカデミー賞で主要部門を独占し、日本を代表する作品の一つになっています。そしてこの映画での平田満さんの演技が高く評価され、日本アカデミー賞最優秀賞男優賞、報知映画賞最優秀主演男優賞など多数の映画賞を受賞しています。2001年にはアート「こんにちは母さん」で第9回読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞し、2014年には「失望の向こう側海を行く者ザ・シーファーラー」で第49回紀ノ国屋演劇賞個人賞を受賞しました。最近では2020年ザ・ネザーで第27回読売演劇大賞優秀男優賞に選ばれました。その後も数多くの作品に出演し、今では日本を代表する俳優となりました。名俳優と言われている平田満さんですが、メディアで見かけなくなったため巷では死亡説が流れていました。ここからは死亡説の真相についてお伝えします。結論から言うと死亡説は全くのデマでした。噂の原因となったのは2つの交通事故です。1つ目の交通事故は平田満さん自身が運転していたわけではなく同乗していただけでした。この事故は相手の急な車線変更によって引き起こされたもので、平田満さんは被害者の立場でした。事故当初平田満さんに怪我はありませんでしたが、たまたまこの日がテレビ番組「笑っていいとも」のテレフォンショッキングだったことから話題になりました。2回目の交通事故は平田満さん自身が運転していたそうですが、相手の車が信号を無視して交差点に突入したため両者が衝突し、平田満さんは肋骨5本を骨折してしまいました。これにより金八先生第5シーズンのレギュラー予定がなくなりました。この2つの事故により平田満さんが死亡したのではないかという噂が浮上することとなりました。しかし平田満さんは2023年までにたくさんの作品に出演されています。平田満さんそっくりな影武者がいない限り死亡説は全くのデマということになります。現在もドラマや映画に出ている平田満さんだけにこのような噂があったとは少し驚きです。さて
ここからは平田充さんのご家族について少し紹介します。平田充さんは1981年1月に同じ劇団で友人だった女優の井上加奈子さんと結婚しています。二人の出会いは早稲田大学時代の演劇サークルでした。大学1年生の時に知り合った二人は友人関係となり、共に塚公平事務所の劇団員として活躍し、塚公平さん脚本の演劇熱海殺人事件や初級革命講座飛龍伝などに平田充さんと共に出演しています。結婚したのは友人関係になってから8年経った頃ですが、二人に交際期間はなく、プロポーズを承諾してもらってからすぐに入籍しています。ちなみにプロポーズは一度断られたものの、2度目に OK をもらったそうです。二人で塚公平さんに結婚の挨拶に行ったところ、塚公平さんは結婚するとは思っていなかったようで、そうかと一言だけつぶやいたそうです。現在平田充さんと井上加奈子さんはアルカンパニーという企画プロデュース共同体を作り、多くの役者や演出家、劇作家とともに舞台活動を行っています。井上加奈子さんは結婚後16年間子育てのために専業主婦として家庭を支えていましたが、2006年に女優業を再開しています。夫妻は仕事場と家庭で一緒に過ごす時間が多い生活を送っていますが、喧嘩は少ないようで非常に仲が良いことがわかります。次に2人の子供についてお伝えします。2人の間には息子が1人と娘が2人誕生しており、子供たちは芸能人ではなく一般人として生活しています。年齢などはわかりませんが、蒲田行進曲が公開された1982年頃に出産しているようなので、一番上の子は現在37歳くらいだと思われます。平田充さんにはすでにお孫さんもいらっしゃるようで、平田充さんの自宅の近所の商店街の某店主は、コロナ禍前までは娘さんとベビーカーに乗ったお孫さんとよく商店街で買い物をしていたよ、孫を抱っこしてすごく楽しそうにしていたのが印象に残っているね、でも感染対策なのか去年の春以降は見かけなくなったと語られています。また別の店主も、学校の帰り道だったのか、お孫さんと娘さんとたい焼きを買っている姿を何度か見たよ、ここ1年半ぐらい姿はお見かけしないねと明かしています。お孫さんが通っていた保育園では、祖父母が特技を披露するポレポレの会という発表会が開催されたそうです。平田充さんはこの会に、上のお孫さんが保育園に通い始めた2014年から下のお孫さんが卒園する2019年まで妻の井上加奈子さんと一緒に毎年参加し、子供たちに絵本の読み聞かせをしたそうです。その後、小学校に進学した孫たちの運動会にも必ず参加する出来合いぶりです。ちなみに絵本の読み聞かせはプロの俳優だけあり、保護者も聞き惚れてしまうほど上手だったと言われています。プライベートも幸せいっぱいの平田充さんですが、若い頃はいわく付きの部屋、いわゆる事故物件で暮らしていました。当時は駆け出しでまだお金もなかった平田充さんは、不動産屋であなただったら大丈夫そうだからと紹介されたことがきっかけのようです。その物件は前の入居者がカップルで心中をした部屋だったそうで、家賃はその地域の相場の半額ほどだったようです。心霊現象などは体験しなかったようですが、前のカップルが使っていたランプシェードやスリッパをそのまま使用してたというのですから驚きです。しかし泊まりに来た友人には見えてはいけないものが見えていたらしく、沈んだ気持ちで帰っていくこともあったようです。このような話は役者志望の若者や下積み時代にはよくある話なのかもしれません。長い舞台役者生活や下積みを乗り越え、名脇役として大成された平田充さん、今後も元気に活躍し続ける姿を楽しみにしております。今回は平田充さんの活動やネット上で噂されている死亡説の真相、家族についてお伝えしていきました。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。